これ。このイソギンチャクね、なんか食べれるみたいなんでね、食べてみようかな。取れた。こんな感じですね。ちょっとこれ食べてみよう、持ち帰って。すごいなんか肉厚な感じだな、これ。うわ、取れた。あ、コツがちょっと分かってきた。取るのも結構難しい。なんかね、食感っていうか、なんかサザエの身みたいな感じですね。すごい似てる、サザエの身に。美味しいかも。こんな感じですね、イソギンチャク。ちょっとなんかヌメヌメしてるんで、塩でぬめり取ってみようかな。香りはなんかもう磯の香りがする、すごい。なんか食べ方がよくわかんないんで、一応焼いてみよう。バター、美味しいのかな。よし、イタリアンイソギンチャク料理。さあどうでしょうか。今回はね、珍味みたいな感じですね。これなんか半生じゃない、これ大丈夫か。まあいいや、いただきます。噛んだ瞬間なんかプチプチしてて、イカの切り身のあの輪切りみたいなやつあるじゃないですか、あれを食べてるような食感に近いかな。ね、なんかね、食べてるとなんか舌がしびれるような感じがする、これ。
まずい。